本屋で突如トイレに行きたくなるあの現象の名前は青木まりこ現象という。この現象は本を読んでいる最中に急にトイレに行きたくなるというもので、多くの人々が経験している。実際に青木まりこ現象という言葉は SNS などでも広まりつつあり、その存在が注目されている。この現象の名前はある作家が自身の体験をもとにツイートしたことがきっかけとなっている。その作家が青木まりこ氏であり、彼女が本を読んでいる最中にトイレに行きたくなるという経験を公表したことで、多くの人々が同じような体験を共有し始めたのだ。青木まりこ現象が起きる理由についてはまだ科学的な根拠が不明確な部分もあるが、心理的な要素や集中力が関係しているとする説がある。また本を読んでいる時に体の中で何らかの変化が起き、それがトイレに行きたくなるという感覚を引き起こす可能性も指摘されている。このように青木まりこ現象は多くの人々に共通する体験であり、その名前も広まりつつある。今後この現象についてさらなる研究や議論が行われることで、そのメカニズムや対処法などが明らかになるかもしれない。